那覇市、那覇市、那覇市は、沖縄県の沖縄本島南部に位置する市で、同県の県庁所在地並びに、同県で人口の最も多い市町村である。中核市、中枢中核都市。沖縄県の政治、経済、文化の中心であり、また、国際空港である、那覇空港や、県外や、周辺離島とを結ぶ那覇港を要することから、 沖縄県の玄関口としての役割も担っている。面積は日本の全都道府県庁所在都市の中で最も小さく、人口密度は首都圏と近畿圏を除いた地域としては全国で最も高い。また、那覇空港が地域面積の8%以上を占め、その中には自衛隊を含む。この他在日米軍の施設や那覇港の民間用途の施設の分も考慮に入れると、 実際の都市活動に使用できる面積は限られる。さらに、那覇空港の制限表面により、市街地の多くは超高層ビルや超高層マンションを建てることができない。最近では、おもろ町を中心とする、那覇新都心をはじめとした、航空規制の影響がない部エリアや、再開発事業の一環として、旧市街地の牧市、麻戸地区などに超高層ビルが建ち始めている。 都市化に伴って、周辺自治体のベッドタウン化が進み、那覇市を中心市とする那覇都市圏の人口は約78万人、都市雇用圏2005年となっている。なお、地方での人口減少が深刻な問題になっている。今日においても那覇市及び、那覇市の周辺自治体では、人口増加が著しく、2015年12月、現在の都市雇用圏人口は、約86.1万人。 10%流入人口2010年の国勢調査の結果、茶谷町から道都市圏への流入人口が沖縄市都市圏への流入人口を上回ったため、都市圏域が茶谷町まで広がった。さらに、那覇市を中心とした沖縄本島中南部圏の人口は面積 478km、政令指定都市の北九州市とほぼ同じに対し、人口は 約118.5万人、推計人口2015年12月1日現在、広島市とほぼ同じを超え、国内でも有数の人口集中地区である。市の中心部は、国馬川、万湖、及び浅戸川に囲まれた平地地帯に広がり、那覇市、及び沖縄県の主要施設の多くがそこに立地している。近年では1987年に、 米軍の僕港住宅地区が全面変換されたことにより、那覇新都心として開発が進み、中心地に置かれていた企業本社などの一部が移転しており、新たな中心部となっている。また、中心部周囲の丘陵地はほぼ全て市街化、主に住宅地され、もともとの地形の工程から立体的な都市景観を見せる。一時は、琉球王国時代の首都でもあった首里地区は、 海抜100メートル程度の高台の上に置けし、場所によっては、那覇自然域を見渡すことも可能である。観光面では、市の中心部の国際通り、市東部の高台にある、首里地区の首里城、琉球王国の王府。フ。2000年12月に、世界遺産、琉球王国のグスク及び、関連遺産群として登録が中心であったが、近年、前述の在日米軍住宅地の跡地が、 那覇新都心として開発が進んでおり、2004年12月に世界最大規模で国内では唯一の空港外大型免税店である DFS ギャラリア沖縄がオープンした東、シナ海に面しているが、那覇空港や那覇港などの施設が海岸線のほとんどを占めているため、海水浴場は1991年に共用開始された波の上ビーチ人工海浜のみとなっている。 名産品として、つぼややきや、あわもりなどがある。2006年に、中核市指定要件の一つである、面積要件が撤廃されたことを受け、本市は、中核市移行を目指していた。そして2012年10月19日に行われた、閣議により、那覇市を中核市へ指定する政令を決定した後、2013年4月1日を、もって、全国で42番目の中核市に移行した。 沖縄本島南部の西海岸に位置し、東、シナ海に面している。市中央部がほぼ平坦で、周辺部に小高い丘陵地帯が取り巻くように展開し、市内を東から西に国場川や朝戸川が流れ、東、シナ海に注いでいる。富城市との市境にあるマンコはラムサール条約に登録されている。平均気温が約23度、 年間降水量は2000ミリメートル以上と、高温多湿な亜熱帯性の気候、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、CF を示す。冬でも最低気温が10度を下回ることは、ごく稀で、また海洋性気候のため、真夏の最高気温が30度を超える日、真夏日は多いものの摂氏35度を超える日、猛暑日はほとんど観測されない。 最高気温の極地は2001年8月9日に観測された摂氏35.6度と2017年4月時点で全国都道府県庁所在地の記録の中では最も低い。ちなみに最も高いのは山形市である。那覇は国馬川,川川口の港で浅戸川川口の泊り、泊り、現在は那覇市の一部の港とともに古くから 琉球王国の首都、首里の貿易港として、東、アジアや、東南アジア一帯の中継貿易拠点として、栄えきた。かつて那覇は、国馬川、浅戸川の河口の湾に散在した島々で、その一つの浮島は、昭波仕様によって小さな港が整備されていた。影安2年、1451年、昭金福王が民からの作法師を迎えるため、 中国人の懐置きに命じて、長江堤と呼ばれる、長さ1キロメートルに及ぶ包み道を建設させて、沖縄本島の浅戸川川とつないだ。陸路交通が整備されたことから、港としての発展が始まり、那覇四町、西、東、若狭、泉崎と呼ばれる、市街地が形成された。近くの久米村には、中国、福建省などからの、隣人36世、 クメ十六世と呼ばれる移民が住み、これら三十六世の末裔は、信仰し、通訳、造船など琉球の貿易と外交を支える、仕事従事してきた。また和光などの襲撃からの防御のため、那覇港沖の海上にある島に城壁を築いて、包み道を作り、国場川川口の那覇港の南北に防御用の砲台、三重城、三重薄く、やらざ森城、 ヤラザモリグクが完成した。同時に、那覇港の中央の島には、巨物城と呼ばれる貿易洋倉庫が作られている。さらに、那覇港の対岸にあたる南側の柿花などにも、市街地や港湾が広がった。那覇港の南岸は、第二次大戦後さらちになり、米軍の那覇軍港となっている。久米村、長江邸、三重城など那覇の名所は、中国人により、旧飛、 八景と歌われ、葛飾北斎の浮世絵、琉球八景にも描かれているが、島だった那覇は土砂の堆積により、琉球王国末期には本島に継がっている。近代以後も沖縄県の物資集積地、商業都市として繁栄し、海が埋め立てられ、那覇は完全に地続きとなった。だが、1944年10月10日の 10, 10空襲と、 1945年4月から始まる沖縄戦により市街地は全に破壊された。戦後は旧那覇市中心部は米軍の管理下に置かれ、軍施設から1枚類内は立ち入りが許されず、住民の多くは県北部の収容所に移されていた。生活物資不足の解消のため、1945年11月、那覇市坪谷地区の養業関係者たちがまず帰京を、 許され、103人の職人が入試。さらに12月には、牧市地区の河原職人ら136人が入試した。続いて、家族や親類縁者が移り住み、これに紛れて、許可のない住民も次々と那覇に住み着いたため、坪屋から新剣道、現在の国際通りの一帯に次々と集落が生まれ、闇市も自然発生的に拡大した。 こうした中、住民の高領位置が米軍と直接交渉し、米軍の物資集積所があった、新建道沿いの土地、現在の天武の葉あたりに1948年1月頃、映画館、アーニーパイル国際劇場を開館させ、以後、周辺は商業地として急速に発展し、新建道は国際通りとして奇跡の一マイルと呼ばれるようになる。 那覇の語源は、巨場を表す、那覇、あから来ている。この由来は、那覇市のサイトにも、伊はフユの唱えた説として紹介されている。なお、那覇を、本来の表記、旧字体で表すと外字に当たるため、那覇市では、人名用漢字を使用している。本来、那は、左側の2本の横線を、縦線の右まで突き通し、ハは、西の下部にある一本線がない形、あになる。 市民生活に広く影響を及ぼす市の計画や条例などを立案するにあたって、那覇市民に対しこれらの案の趣旨や内容などを公表し、それに対する意見を広く募集する制度を設けている。また、その結果も公表している。従来はパブリックコメントとして施行していたものが手直しされ、2005年、平成17年度より現行制度としているものである。 地域面積のキロメートルに対して人口密度は人、キロメートル、現在で、都道府県庁所在地では、東京特別区、人、キロメートル、現在、大阪市、人、キロメートル、現在、横浜市、人、キロメートル、現在に次いで4番目に高い。全国の都道府県庁所在地で面積が最小である、 東京都の都庁所在地を東京23区全域とみなした場合、いわゆる平成の大合併においては、バ原町及び周辺離島の渡嘉敷村、座間見村、阿国村、渡名木村、南大東村、北大東村による枠組みで、任意協議会が設置され検討が行われたが頓挫し、同協議会も2003年、平成15年11月4日をもって解散した。 なお、上記の町村はいずれも、平成の大合併においては合併の選択を取らなかった。市内に所在する国の行政機関を一家に列挙した。総領事館、日本国内に2都市、国外に3都市との姉妹、友好都市をそれぞれ締結している。観光業が盛んであるゆえ、全事業所数に対する第三次産業の事業所数の割合は、 約93.3%と非常に高く、農業、漁業などの第一次産業は、著しく少ない。また、業種別では、小売業 26.、26.3%、飲食、宿泊業 20.、20.7%、不動産業 11.、11.9%とサービス業が目立つ。また、市内に、那覇空港があることから、ビジネス客や観光客の多くが那覇を訪れている。 中心市街地の国際通りは、従来は地元の人を対象として、店が多かったが、観光客の増加により、観光客相手の土産品店が増え、現在では常時観光客で賑わいを見せている。公共交通の便が良く、政治、文化の中心地であることから、多くの本社が存在するが、広い土地を得るのが難しく、周辺市町村より、地価も高いため、 広大な土地を必要とする企業の本社は、郊外、那覇市外に立地することが多い。那覇市では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が、実施されている。市役所本庁舎以外に、1954年と1957年に、西市村を併合する前の旧市村ごとに、那覇市役所回し支所、同主立所、 同を6支所の3支所を設置している。基本的に、那覇市はその4地区に区分できるが、那覇新都心が開発されてからは、同地区も含めて5つの地域に区分できる。上水道は戦前は、宜野湾市の湧水を利用した給水を行っていたが、沖縄戦で、施設の多くが破壊され、戦後、本格的に、水道事業を再開したのは、1954年3月の、 白状水上の変換以降である。主な水源地は沖縄本島北部、ヤンバルと呼ばれる地域のダムとなっている。2009年現在、沖縄県企業局からの供給に全面的に依存している。米軍統治時代には、米軍から水道水の供給を受けたこともある。なお、渇水による給水制限がたびたび実行されており、最も顕著な例として、 1989年度は3月6日から31日までの26日間、さらに翌1990年度は4月1日から26日まで26日間、地域別で24時間の確実給水がなされたことがある。しかしながら1993年度を最後に滑水による断水は実施されていない。 2009年度末現在の1日最大排水量は159,810メートルとなっている。ちなみに最大の大口利用者は航空自衛隊の破棄地である。下水道が整備され始めたのは1969年からであり、2011年度末時点での下水道普及率は89.1%となっている。各所にポンプ施設があるが、 最終的には沖縄県那覇市西にある那覇浄化センター水リーン那覇で処理放出される。1日の最大処理量は約17万9000メートルであるが、那覇市の事業計画では2009年度で1日あたり最大で16万3500メートルとなっている。1960年以来沖縄ガスが市内で都市ガスの供給を行っている。 2015年3月末での供給世帯数は約6万3千世帯。供給区域は那覇市のほぼ全域に及ぶ。1972年の日本復帰時に琉球電力公社から沖縄電力に移行し、以後は那覇市を含む県内全域で沖縄電力が供給している。発電形態としては沖縄県の地域性として水力や 原子力によるものは困難であことから、大半を火力発電に依存している。余儀にあった沖縄県立那覇病院は、ハエバル町に新設された、沖縄県立南部医療センター、子供医療センターに統合され、泉崎にあった泉崎病院は、おもろ町メディカルセンターとして、上野や那覇都心に移転した。2009年には、沖縄共同病院が、富城市またま橋から、 那覇市小羽倉に、大浜第一病院が市内麻都から寺亜目区に移転した。また2010年7月には、沖縄赤十字病院が小羽倉から、沖縄県立那覇病院の跡地に移転した。市の一般的な広報活動は、秘書広報課により行われている。主な広報媒体として、広報誌、名は、市民の友、毎月1回発行、全広配布、ラジオ番組、 那覇市民の時間、年度のうち半年ずつ、琉球放送及びラジオ沖縄で、週1回放送、10分番組のほか、ウェブ媒体によるもの、公式サイト内、那覇市政ナビ及び、利用者が登録した分野や施設についての情報を、配信する、メールマガジン、情報パック那覇メールなどがと、このうち広報誌については、視覚障害者向けに録音テープ版や、 展示版も制作されている。那覇市民の時間でも流される、那覇市か安藤慶水作詞・宮永長長作曲は第二次世界大戦前に制定された。戦災により正確な制定年は不詳であるが、市によると1929年、昭和4年頃ではないかとしている。楽曲及び譜面は、市のウェブサイトでダウンロードが可能である。 市内には三つの集配郵便局がある。無周配郵便局復帰前は市外局番が08、隣接する当時の富城、区、バ原両村も同じ局番だったで、2から5と8の5つの1桁の市内局番が存在していた。当時の那覇市内の電話番号表記は、ほとんどが市外局番の08を略していた。復帰前年の1971年に、 これまでの市内局番の頭に1桁増やし2桁となった2から4は頭に3がついて32から34、5は55、8は68にそれぞれ変更。復帰と同時に市外局番が0988となり、数年間で半分以上の地域の市内局番が変更された、市西部は60番台、おろくは57の59。 首里など市北東部が八十四の八十七に変更。そして九百九十年十二月には市外局番が現在の零九八に変更され、これまでの市外局番の末尾だった八が市内局番の頭となり三桁化された。零九八八時代は那覇市の他隣接する浦添市、ハエバル町、富城区村のみだったが、零九八になった後は女村。 木野座村以南の沖縄本島中南部全域と周辺離島、久米島、ケラマ諸島、アグニ諸島も同じ外局番となり沖縄県内の大半がこの市街局番のエリアとなった単位料金区域が同じ那覇 MA であるため沖縄県内向けには那覇市も含めこれらの地域の電話番号を紹介するとき市街局番の098を省略することが多々ある テレビやラジオでも省略する。逆にエリア外である、名護市北の本島北部や先島諸島では、市外局番が0980であるため、0980、XXUE と電話番号を記するところを、間違って、098から 0XXUE と表記する場合も、時々ある。那覇市内の市内局番は3桁か後、8から始まっていたが、 1990年代後半から941や951といった9から始まる市内局番も出てきている。逆に、糸満市や南城市などの本当南部では9から始ま、いたが8から始まる市内局番が出てきた。地方市。那覇と全国市、朝日新聞や毎日新聞、読売新聞などの全国市は輸送事情により、 当日長官は前日夕刊と一緒に午後に配達している。そのため、那覇市は元より沖縄県内では駅売り等の直接販売がない。米軍基地問題関連等安全保障に関するニュースが都度発信される場所柄全国紙は那覇市局、那覇総局、朝日新聞を開設している。なお、2008年11月1日より、 日本経済新聞が琉球新報社による委託印刷を開始、全国支所、長友館とも地方紙と同時に配達を開始している2008年6月20日付日本経済新聞長官より、特起のないものは公立学校である。2014年4月1日より、雲寺小学校と前島小学校は統合をされ、那覇小学校となる。 県内で唯一、給食費の値上げを実施。学校給食を無料にする自治体や、独自の予算で女性制度を設けている自治体がある中、那覇市は2016年4月から給食費の値上げに踏み切った。無料の自治体とは、最大で年間約5万円の差があり、那覇市の中学校は、県内の給食費で最も高い。中心市街地では、 戦後スプロール現象によって、十分な都市基盤整備がされないまま、無秩序な市街化が進んだため、ほとんどの道路が、福音12メートル以下であり、慢性的な交通渋滞を起こしている。特に、国際通りや、その他幹線道路の機能を補完する道路がほとんどなく、あるいは福音が狭い区間が多いため、国際通りや、その他幹線街路に余計に負担がかか、 これらの渋滞を解決すべく、沖縄都市モノレール専用レールが開設された。また、中心市街地における駐車場の小規模さも課題の一つであり、改善が急がれている。なお、沖縄県における県外交通の要所であり、国内でも有数の国際空港である那覇空港と県内外への航路が集中している那覇港がある。 沖縄都市モノレール線が通るのは、那覇市内のみであり、那覇市内のモノレールの通っていない場所や、那覇市内と本島内の那覇市外への公共交通機関としては、モノレール開業後もバスが利用されてる。特に中心市街地におけるバス交通量は非常に多い。1997年の交通センサスによると、国際通り周辺は1日1500から1。 600台のバスが通過しており、交通渋滞の一因ともなっている。路線バスはすべて民間企業により運行されており、主に琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東洋バスの4社が運行する。大正時代は、沖縄県営鉄道の与那原線、カデナ線、糸満線と沖縄電気の路面電車が市内を走り、糸満馬車軌道も市内に乗り入れていたが、 昭和に入ると、沖縄電気の路面電車と糸満馬車軌道がバスと競争に敗れて廃止され、残った沖縄県営鉄道も第二次世界大戦末期に運用を停止。その後の沖縄線で破壊されてしまい、戦後もアメリカ軍統地下の沖縄で再び敷設されることはなかったが、2003年8月10日に戦後初の営業用鉄道である沖縄都市モノレール線、ユイレールが開業し、 沖縄に再び軌道交通が復活した。普通鉄道の路線はない那覇市及び沖縄県であるが、ユイレールは渋滞解消の切り札として注目されている。普通鉄道の路線が通らない市としては最も人口が多い。人口30万人以上の特別区及び市の中で JR の駅もなく JR 路線自体が通らないのは那覇市の他には 東京都世田谷区、練馬区、愛知県豊田市、大阪府豊中市がある。自転車道2000年12月に世界遺産、琉球王国のグスク及び関連遺産群として登録された9カ所の史跡のうち、那覇市内には以下に挙げている4カ所が存在している。その他の観光地、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。